長宗我部元親。長宗我部元親は、戦国時代から安土桃山時代にかけての土佐国の戦国大名。長宗我部氏、第21代当主。以下は、15位下で死後に、正5位、昭和3年、1928年には、肖像位が贈られた。長宗我部国親の長男で、母は、美濃斎藤氏の娘。正室は、石谷光政の娘で、斎藤歳三の妹妹。土佐国の守護職を兼ねる細川慶長屋当主で、官僚の細川晴元より、慶長屋の通詞である、元の一字を受けたため、かつて同じく、細川氏より、元の字を受けた15代当主、長宗我部元親と同盟をなることとなった。土佐の国人から、戦国大名に成長し、阿波、讃岐の三好氏、伊予の西園寺氏、河野氏らと戦い、四国に勢力を広げる。しかし、その後に、織田信長の手が差し迫り、信長の後継となった、豊臣秀吉に敗れ、土佐一国に、減地となった。豊臣政権時、栃木側の戦いで、愛息、信親を亡くすと生活は、荒れ、家中を混乱させたまま、この世を去った。天文8年、1539年、御工場で生まれる。永禄3年、1560年5月、父、国親が、土佐郡朝倉城主の本山氏を攻めた、長浜の戦いにおいて、実弟の親弟と共に初陣する。数え年23歳という遅い初陣であったが、元親は、長浜表において、本山勢を襲撃した長宗我部勢に加わり、自ら槍を持って突撃するという勇猛さを見せたと言われる。この一戦で元親の武名は高まり、長浜戦に続く、潮江城の戦いでも戦果を挙げた。6月、父の国親が急死すると、家督を相続する。元親は彪悍な一両具族を動員して、勢力拡大を行う。長浜戦で敗れた本山重時は、元親の攻撃に押される一方となり、永禄3年末の段階で、現在の高知市における西南部の一端を除いて、元親はことごとくを支配に置いた。永禄4年、1561年3月には、元山方の神田、石立を落として、重時を朝倉城と吉良城に追い込む。土佐国史で、波田郡中村城を中心に影響力を持ち、中村御所と呼ばれていた公家大名の一城氏共同し、永禄5年、1562年9月16日に朝倉城攻めを行う。この時は、重時の子で元親の甥にあたる本山親重の奮戦で敗北した。9月18日には、鴨部の宮前で両軍が決戦するも痛み分けに終わる。だが、勢力圏の縮小から重時を見限って、元親に寝返る家臣が相次ぎ、永禄6年、1563年1月に、重時は朝倉城を放棄して本山城にこもった。この年、美濃斎藤氏から正室を迎え、長尾遠の親弟に吉良氏を継がせている。また、次弟の親弟は、国親の生前に長宗我部氏を継いでおり、土佐東部の安岐郡を支配する安岐国虎とも戦った。本山方は5月に大政挽回を図って、御工場を攻撃を企てるも失敗。永禄7年、1564年4月7日には、本山を放棄して、雨竜の城にこもって、徹底抗戦する。だが、この最中に、重時が病死。後を継いだ親茂も抗戦するもついに敗れて、永禄11年、1568年冬に、降伏した。こうして、土佐中部を完全に平定した。元親は、永禄10年、1567年の毛利氏の、伊予出兵によって、勢力を激減させた一条兼貞からの自立を、目論み、河野氏へ独自に戦勝祝いを送るなど独立性を強めていった。永禄12年、1569年には八竜の戦いで、安岐国虎を滅ぼして、土佐東部を平定。元亀2年、1571年、一条氏の家臣、角氏を滅ぼして三男の親忠を養子として送り込む。天正2年、1574年2月には一条家への内紛に介入して一条兼貞を追放して、兼貞の子、内政に娘を嫁がせて、大坪所という区別を建てた。こうして、元親は、土佐国をほぼ制圧した。天正3年、1575年に、兼定が伊予南部の諸省を率い再起を図って、土佐国に攻め込んできた時は、一時窮地に追い込まれたが、弟の吉良親帝の尽力のもと、四万十川の戦いでこれを撃破し、土佐国を完全に統一した。土佐統一後、中央で統一事業を進めていた織田信長と正室の縁戚関係から同盟を結び、伊予国や阿波国、讃岐国へ侵攻していく。阿波、讃岐方面では、畿内に大勢力を誇っていた三好氏が、織田信長に敗れて衰退していたが、東郷有穂や三好康長ら三好氏の生き残りによる抵抗や、天正4年、1576年の吉良親帝の創制などもって、当初は思うように攻略が進まなかった。しかし、天正5年、1577年に、三好長春が戦死するなど、三好氏の凋落が顕著になる。天正6年、1578年2月、元親は、泡城事情を攻め、大西智を討った。また、次男の神話を、讃岐国の有力豪族、香川定景の養子として送り込んだ。阿波国では、三好長春の実弟、東郷有穂と三好康年が激しく抵抗するが、元親は天正7年、1579年夏に、重臣城を奪って、東郷軍に大勝した。高春に対しても岩倉城に追い詰めて、実施を人質にとって降伏させた。この年には、讃岐国の羽床氏なども元親の前に降伏し、天正8年、1580年までに、阿波、讃岐の両国をほぼ制圧した。伊予方面においては、南予地方では、郡代であった、久竹親信が天正7年、1579年、春に、岡本城攻めで、土井清涼の前に戦死するなどした。しかし、東予地方では白地から圧力と誘いをかけて、金子元拓や妻取友春、石川勝重らを味方にして平定。中予地方を支配していた伊予守護の河野氏は、毛利氏の援助を得て、元親に抵抗したため、元親の伊予平定は長期化することになった。天正8年、1580年、信長は、元親の四国征服を良しとせず、土佐国と、阿波南藩国のみの領有を認めて進駐するよう迫る。元親は信長の要求を拒絶する。このため信長と敵対関係になり、天正9年1581年3月には信長の助力を得た三好康長、東郷正康らの反抗を受けた。康長は息子の高春を寝返らせ、東郷有穂は中国で毛利氏と交戦している。羽柴秀吉と通じて、元親に圧迫を加えた。天正10年、1582年5月には、官兵衛信孝を総大将とした四国攻撃軍が編成されるなどの危機に陥った。このため三好氏旧臣らは、元親を見限って、安長に寝返り、さらに、阿波の一宮城と、恵比寿山城を落とされた。元親は、斎藤歳三宛ての書状で、信長に対し恭順する意向を表している。四国攻撃軍は6月2日に渡海の予定であったが、その日に本能寺の変が起こって信長が明智光秀に殺された。信長の死で信孝軍は解体して撤退したので、元親は危機を脱した。元親は近畿の政治空白に乗じて、再び勢力拡大を図り、宿敵であった。東郷有穂を8月に中富川の戦いで破って、阿波の大半を支配下に置いた、第一次東郷城の戦い。9月には、勝丹城にこもった、有穂を破り、阿波を完全に平定する。10月には、有穂が逃れた虎丸城や東郷城を攻めた。天正11年、1583年の賤ヶ岳の戦いでは、柴田勝家と手を結んで、羽柴秀吉、豊臣秀吉と対抗する。これに対して秀吉は、家臣の千石秀久を淡路洲本に入れて備えた。また元親に追われた東郷有穂は秀吉に援軍を求め、秀吉は秀久に屋島城、高松城など讃岐の長宗我部方の城を攻めさせるも敗退。さらに小西行長の水軍に、向西の浦を攻めさせるもこれも敗退した。しかし4月に勝家は秀吉に敗れて滅んだ。このため5月に秀吉は元親を討つべく軍勢を準備していた。天正12年、1584年の小牧、長久手の戦いでも織田信雄や徳川家康らと結んで秀吉に対抗し、秀吉が送り込んできた千石秀久の軍勢を破った疋田の戦い、第二次東郷城の戦い。また、東予の金子元拓と同盟し、南予の西園寺公広の諸城を落とすなど、伊予国においても勢力を拡大した。6月11日には、東郷城を落として、讃岐を平定する。しかし、小牧の戦いは、秀吉と信雄が和睦するという形で終結した。伊予国の平定は予想以上に手間取った。天正12年3月、毛利氏は宍戸元隆を、河野救援のために派遣し、恵領で、長宗我部軍と衝突する。4月には、鉱山で5月から6月にかけては、恵領、菊間、菊満で合戦を行っている。8月には、小早川氏の将である、杉治領によって、現在の新居浜市を落とされた。しかし元親は、東予の金子元拓との同盟をさらに強固にして9月から反攻に転じた。しかし渡海して遠征していた毛利軍は次第に劣勢になり、12月にはついに河野氏は元親に降伏した。その後、天正13年、1585年春までに西予の豪族なども降伏させた。通説によると、天正13年、1585年には四国全土をほぼ統一することに成功したとされているが、統一されていないと主張する研究者も複数おり、見解は分かれている。天正13年、1585年春、秀吉が紀州征伐に出て、これを平定すると、秀吉は元親に対して伊予、讃岐の返納命令を出した。元親は伊予を割譲することで和平を講じようとしたが、秀吉は許さず、弟、羽柴秀長を総大将とする10万を超える軍が派遣されると、元親は、泡白地城を本拠に、三、四の海岸戦争に防備を固め抗戦する。秀吉は、浮田秀家、黒田義高からおさぬきへ、小早川高景、吉川元長率いる毛利勢を伊予へ、羽柴秀長、秀次の兵を阿波へと同時に派遣し、長宗我部方の城を相次いで攻略した。そして阿波戦線が崩壊して、白地城までの道が裸にさらされると、元親は、反戦派の家臣、谷忠清のことを入れて、7月25日に降伏し、阿波、讃岐、伊予を没収されて、土佐一国のみを安堵された四国国分。元親は上洛して、秀吉に謁見し、臣従を誓った。これを機に、蜂塚正勝、家政が長宗我部氏の取り次ぎになったとされるが、取り次ぎとしての実態が不明なために疑問視する研究者もいる。また増田長盛を取り次ぎとする説もある。天正14年、1586年、秀吉の九州征伐に、嫡男の信親と共に従軍し、島津氏の圧迫に苦しむ大友氏の救援に向かう。しかし、12月の栃木側の戦いで、四国勢の軍艦、千石秀久の独断により、島津軍の策にはまって敗走し、信親は討ち死にした。元親は、信親の死を知って自害しようとしたが、家臣のいさめで、伊予国の日振島に落ち延びた。天正16年、1588年、本拠地を大高榊へ移転する。その後に起こった、家督継承問題では、次男の香川真那や三男の角親忠ではなく、四男の上信に家督を譲ることを決定する。その際、反対派の家臣であり一門でもある日、江山親興、吉良親実などを粛清し、上信への家督相続を強行している。天正17年、1589年頃に、羽柴の名字を与えられている。天正18年、1590年の、小田原征伐では、長宗我部水軍を率いて参加し、あと北条氏の下田城を攻め、さらに、小田原城包囲に参加した。天正19年、1591年1月、浦戸湾に迷い込んだ体長9キロのクジラを、数十隻の船団と100人余りの人夫でもって、大阪城内へ丸ごと持ち込み、秀吉や大阪の町人を大いに驚かせた。年末頃には本拠を浦戸城へ移転する。通説では、洪水の多い大高坂城を元親が嫌ったからとされているが、近年では、浦戸城は朝鮮出兵に備えた軍事拠点として築かれたもので、将来的には大高榊を本拠に戻すことを前提に、引き続き整備が進められていたとする指摘もされている。また朝鮮出兵がなくとも行政機構整備は行われたとする指摘もある。文禄元年、1592年から朝鮮出兵、文禄、慶長の役にも従軍する。豊臣政権は諸大名の石高に応じて、軍役人数を課したが、長宗我部の軍役は3000人で固定され、水軍としての軍事力を期待されていた。慶長元年、1596年には、フェリペ号事件に対処し、秀吉によるキリスト教迫害の引き金を作った。領内では、検地を行い、慶長2年、1597年3月に、上臣と共に、文国法である、長宗我部元親百箇条を制定する。慶長3年、1598年8月18日に、秀吉が死去すると政情が不安定になる。元親は年末まで、伏見屋敷に滞在し、11月26日に徳川家康の訪問を受けた。その後、年末か年明けに土佐に帰国した。慶長4年、1599年3月、三男の角親忠を幽閉している。その直後から体調を崩し出した。4月、病気療養のために上洛し、伏見屋敷に滞在。4月23日には、豊臣秀頼に謁見している。だが5月に入って重病となり、京都や大阪から名医が呼ばれるも快方には向かわず、死期を悟った元親は5月10日に上臣に遺言を残して5月19日に死去。享年61、高知県高知市長浜にある天始寺に葬られる。法号は設計所3000城門。昭和3年。1928年11月10日、蔵書蔵くらい。幼少の頃は、長身だが色白で、おとなしく人に会っても挨拶も返事もせずにぼんやりしていたため、軟弱ともうつけ者とも評される性格から、きわか子、姫は子と、揶揄されており、父の国親は、跡継ぎとして悩んでいた。初陣の長浜の戦いの際、家臣の神泉寺豊子に、槍の使い方と大将の行動を聞いたという逸話がある。神泉寺豊後は、槍は敵の目と鼻をつくようにし、大将は先にかけずを腐さずにいるものと答えた。そしていざ戦になると、元親はその通りに行動し、敵兵を見事に突き崩し、元親貴、鬼若しと称賛された。一条氏の新中時代に自社奉行であった関係からか、熱心に、自社復興を行っており、四国統一戦の最中にも讃岐国の寺院を復興させるなど、手厚く、僧侶を保護しており、谷忠清や比喩など神官、僧侶出身の者が、家臣に抜擢される例も多かった。特に比喩は、元親の信頼を得て出頭人として、領国支配に、広範な権限を行使した。土佐一国を統一する大名に成長し、土佐の出来人と呼ばれた。土佐を統一した後、天正5年、1577年、阿波の雲辺寺を訪れ、住職の俊高志望に、四国統一の夢を語った。住職は、夜間の蓋で、水亀の蓋をするようなものであると、元親に説いたが、元親は、我が蓋は、元親という名工がいた蓋である。いずれは、四国全土を覆う蓋となると答えた。土佐統一を果たしたとし、37歳の若さで、設計所3と法号を称している。設計には、徳のある人物には、多くの人が自然に起伏してくる。そして、所三には広く大きな心でことに称せば、前途に万物が生じるという意味が込められているという。家臣に、四国の覇者をなぜ目指すのかと質問されると、家臣に、十分な恩賞を与え、家族が安全に暮らしていくには土佐だけでは不十分だからと答えたとされる。土佐物語では、我諸子、小六を心のままに行い、妻子をも安穏に伏させんと思い、四方に発行して、軍領を巡らしと、元親が10回したとしている。讃岐国の羽床、周山で敵を兵糧攻めにしたとき、城付近の麦を狩る麦停戦術を行ったが、全部刈り取っては、領民が気の毒だと思い、あぜ沖に刈り取らせた。豊臣秀吉が天下を統一した後、各地の大名を集めて、船遊びをした。その時秀吉からまんじゅうをもらった大名はその場で食べたが、元親は箸をちぎって食べただけで紙に包んだ。それを見た秀吉から、そのまんじゅうをどうするつもりかと尋ねられると、太閤殿下からいただいたありがたいまんじゅうですので、持って帰り家来にも分け与えますと答えた。秀吉は大いに気に入り、用意したまんじゅうをすべて与えたという。朝鮮出兵の際、四川城で垣見一直に対し鉄砲狭間の高さの指導した。家来に対して、一芸に熟達せよ。他芸を欲張る者は巧みならずと言っていたとされる。土佐領内で禁酒令を出していたにもかかわらず、自分自身が酒を城内へ運び込ませていたことがあった。これを、福留忠茂に厳しく諌められて、以後改心したという。山崎の戦いの後、斎藤歳三の娘である、福、後の春日局を、お工場でかくまったとされる。後継者として期待していた信親が戦死した後、英雄としての覇気を一気に失い、家督相続では、抜歯の上臣の後継を強行し、反対する家臣は一族だろうと皆殺しにするなど、信親没後の元親は久竹親直残言があったとしても、固い字になり、それまでの度量を失っていた。嫁ぎ側の戦いで、信親が戦死したことを知り、自分も死のうと思ったが家来に諌められている。その後、秀吉から大隅国を加増するとの話があったがこれを固辞している。土佐物語などの信憑性はともかく、信親が死んで変貌する前までの元親には、家臣の官言や意見には広く聞き入れる度量があった。阿波の勝ち随城攻略においては、上級家臣の意見により、下級の一両具族の意見を聞き入れたという。また情け深く、妹婿の並川清宗が、元親に謀反を起こして撃たれたとき、弟の次郎兵衛や五郎大夫は除名した。だが二人は、兄の仇を討つためお江から出奔したので、家臣は二人を追討しようとしたが、元親は許さなかった。粟代寺城主の大西里潮が、三好氏に寝返ったときも、人質としてあった甥の上野介を殺さずに、優遇したり、三好安長の子、光春が父の誘いを受けて寝返った時も、人質として、お江にあった光春の子を殺さずに丁重に繰り返して、安長に感謝されたりしている。だが、信親没後は、性格が一変、先に述べた二人の親族の他に、高岡郡の新田五人衆の一人である、志波勘助が使者として、阿波の八塚栄政と会見した時、家政は、勘助の人物を気に入って、召し抱えようとしたが、勘助は、元親への忠義を理由に断った。ところがこれを漏れ聞いた元親は、申し開きも聞かずに寝返ったとして、直ちに、勘助と一族を討伐するという動を起こしたりした。元親記では、律儀第一の人、隠銀の人と評され、その他の軍記物でも武勇に優れ人事に厚い名君と、評している。ただし阿は、徳島県の細川氏の司書である、細川三好君臣阿波軍記では、婦人不義の悪人と評している。寺院の保護に積極的で、百箇条の中でも、諸州その道々もっぱらあいたしなまるべきこととある。ただし僧侶に対する規制は厳しく、生活態度が悪い僧侶に対しては、百箇条において、流罪、死罪にるとしている。元親は儒学に特に関心を寄せていたが、他の文学に関しても大いに奨励し、文化上優れた功績を挙げれば、恩賞を与えることを約束していた。戦国期の武家は、家名の存続を重視したが、元親は、武士が、罪とがのために、処罰されても、重罪の場合を除いては、家名存続やその後の影響に、一切の支障はないことを保証した。また殺人、口論など、家中の統制を乱す者は、喧嘩両成敗とし、強盗や山賊、海賊には厳罰を処して、それらを在所の庄屋などが逮捕できない場合は連帯して責任を負わせることにした。賭博は禁止し、犯罪者隠匿の場合も連座で処罰し、国家反逆罪から悪口、流言飛語にまで刑罰を定めるなど、厳罰主義による秩序の維持に努めた。寺院の特権も廃止し、犯罪者が寺院に逃げ込んだりした場合でも逮捕が可能であるとしている。土佐は豪族が多かったため、城割など城下町建設は不徹底に終わっている。それでも元親は居城を裏戸から大高坂に移して中央集権化に努力している。なお元親は商工者の城下町集約と四条町建設にはかなり積極的に行っているが、これらも城下の地形や公共の問題から不徹底に終わった。年貢に関しては二公一民と厳しく、怨念が発覚した場合には、百箇条において倍の年貢を取り、あるいは斬首にするとしている。また、百姓の町参には厳しい取り締まりを設けた。このため、清涼期では、百姓の逃亡も少なくなかったという。商業、産業政策では御用商人に大幅な特権を与える見返りに、戦時の軍費を獲得した。土佐は資源に乏しいため大規模な工業は発展できなかったが、職人の育成に積極的に努めて、慶長期にはそれまでは他国から売買を求めていた鉄砲を自国で生産できるまでにしている。ただし密造、密輸、鉄砲、馬などには百箇条で死刑にするとしていい。土佐は木材が豊富だったことから、かなり最速に及ぶ規律が定められた。税制に関しては前述したように年貢が厳しかったが、それ以外の課税として、漁業の時に使う、かつら網などにかかるかつら銭、塩浜貢ぐ、十分一、船舶、積荷の税などがあった。城下町と市場、生産地を結ぶという目的から、元親は交通路の整備に積極的だった。天正年間に一律家を築き、信近存命の間は道に損傷があった時などは、直ちに上の判断で、往来の者に類が及ばいように配慮していた。だが、信近没後は、道路の損傷は、在地の庄屋と百姓に責任を負わせ、悪路のある場合は罰金を徴収するなどした。国内旅行に関してはかなり自由で、宿泊費も、その人の志次第としているものの、本道以外を通行すれば、罰金とし、定備客などは、休養の場合に時間までにつけなかったら、死罪にするとしている。他国への往来は、かなり厳格だったという。元親は、吉良氏、角氏、香川氏、高祖壁氏などに、弟や息子を、養子入りさせて一門の勢力を拡張し、それらが本家を補佐する体制をとっていたが、実弟の吉良親弟が創生して、信近も戦死するなど幸もあって有力一門が、欠けると、一門は、官僚的家臣団の一員として取り込まれてしまい、結果的に、信近没後の内紛を引き起こして主導的役割に立つべきだった一門がリードできなかったという難点がある。関ヶ原では、高祖壁地下死大までもがすでになく、一門補佐制が形骸化していた。久竹親直は、元親から上信にかけて、牽制を振るったが、これは久竹が、桑名、中内と並ぶ三家老の一だったためである。他に、江村、飛行山、谷など、諸氏も臨時的に家老に列せられることもあった。元親の正室は、美濃斎藤氏の娘、元親夫人で、永禄6年、1563年に結婚している。もっとも家臣らは、燕国の美濃から迎えずとも、四国の有力者から迎えるべきと勧めた。元親は、天神地義にかけて、全く彼の息女が、養殖の沙汰を聞き及びたるにあらず、色は、うさぎもあれ、角もあれ、祖父伊予主、父、文後森竹明号ばしきしなれば、彼腹に、出生の子、父祖にあやかることあらんと思うけいなりと答えて、武勇の血を引く彼女の系譜を重んじたという。この正室は、明智光秀の重臣、斎藤利蔵の異父妹で、正確には、石ヶ谷氏、室町幕府奉公衆の娘ということになる。また、歳三の生母は、明智光秀の叔母とされていることから、後に、この関係を通じて光秀、そして、信長と関係を持つに至った。夫人に関する資料は乏しいためどのような女性だったかは不明であるが、長男の信親から四男の森親までの4人の男児、長女の一条内政正室から四女の吉松十、左衛門の正室までの四男四女までを授かっていることから、夫婦仲は良好だったと思われる。側室に、阿波の細川氏に嫁いでいた、少将将がおり、彼女との間に、右近大夫、小宰相という側室との間に一男一女が生まれたと言われる。三女の阿子姫は大阪の陣の際に伊達政宗に捕らえられたが除名され、二人の息子と共に仙台藩に仕えた。息子たちはそれぞれ重臣の家に養子入りし、五十嵐元就、柴田長尉、仙台においてて元親の血をつないだ。このため、阿子姫星を頼って仙台へ行った。長宗我部ゆかりの人々もおり、高宗我部親子隊の子、貞親の養子、重親が仙台藩に召し抱えられたほか、吉松氏女、母は元親の四女が、いとこの浅井の形質となっている。土佐物語には、織田信長は元親をあまり高く評価しておらず、慣用句から、あれは鳥鳴島の川掘りと揶揄したと伝えられている。もっとも、戦国時代を大きく過ぎた18世紀に成立し、鬼やオロチなども登場する同書の史実性は低いと考えられており、発言の信憑性のほどは定かでない。甲陽軍艦には徳川家康、赤井直政と共に、名高き武士として元親の名が上がっている。高知県高知市に伝わるが、急峻な丘の斜面にあって、周囲山林の手入れが行き届いておらず、崩壊の危機に直面している。没後400年を記念して、平成11年、1999年に、長宗我部元親初陣の像が、高知市長浜の若宮八幡宮に建立された。台座を含めて、約7メートル、槍の長さ 5.7 メートル。また、戦国大戦や戦国絵札遊戯婦女記ホトトギス、乱などを手掛けたイラストレーターによる、イメージ画を元にした元親の銅像を、高知県立歴史民俗資料館、南国市小河町に建立することとり、2015年5月3日に、除幕式が執り行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。